はい、日頃主に仕事でですね愛用している G ショックなんですけれども電池が切れましたこのアナログ G ショックっていうんですかねこの針式のものだとこのセッティングのモードですよねにしてこれはあるボタンをこう押しっぱなしにしてると針がこう進んでしまうんですよね。 でそれを今年何回かありまして、まあ、今回もそれかなと思ったんですけどパッと見たらなんとなくこう画面がというかこの文字盤が黒い感じがして、まあ、そしたらあのこの液晶が全くあの何も映ってないっていうところからあ電池切れなんだなっていうのが分かりましたえ最後にいい電池交換したのがいつなのか思い出せないくらい前 ですね1年や2年じゃないと思うんですけどで、まあ、この電池交換ので電池じゃないやこの時計、えーまあ、G-SHOCK なんですけど中古で買ってもう5年6年くらい使ってますねでこれ壊れちゃえば、まあ、話は早くてですね、えー、こういった電池交換がいらない、えー、ソーラー モデルですよねタフソーラーそしてプラス電波 G-SHOCK、えー、それをですねこのアナログ式のもので、えーまあ、あの新品を買う必要ないんですけど、まあ、中古でも、まあ、45000円、まあ、安くて45000円くらいで売ってるので、まあ、それも買おうかなとあのいつも迷うんですけれども。 あの電池を交換すれば、まあ、自分で交換すればですね、まあ、防水性能とかもものないものとしてもう自己責任でですね交換するわけなんですけど、まあ、それでもですね、えーまあ、電池が、まあ、100いくらとか200円とか、まあ、それくらいだったと思うんですけど交換しちゃえばですねまた数年くらい使えちゃうので、えー、また今回もまた電池を買ってですね、えー まあいつまで使えるかわからないんですけどもねあの使おうと思います、えー、ペンキまみれ、えー、そして土まみれでもう汚れももうそのまま文字盤だけですね、まあ、かろうじてきれいにはしてるんですけどまああとは、えー、もうバンドですとかもね、えー、もう本当に汚れ放題です、えー、お見苦しいんですけどもねそうそれで電池交換をしようとして で家にあのボタン電池があったよなと思って、まあ、それこそ数年前にあ数年前かな、まあ、1年2年前かな、えーまあ、これと同じ時計ありましたので、まあ、それ用にですね購入をしていたなと思ったんですけれども、えー、確かにありました、えー、2個入りのもので1個残ってたんですけどもこの G ショック用ではなかったですね で前回のものがですね、2個入りじゃなくて、多分1個入りでしたね。で、それでまあ迷ってですね、その仕事帰りに、お店、どこかに寄ってですね、電池を交換、電池を購入しようかなとは思ったんですけども、いや、家にあの確か1個あったなと思って、買わずにいたんですけれど、結果、違う電池でした。また明日 えー、お店にいてですね、購入をしたいと思います。まあ、一般的なボタン電池だと思うので、あると思うんですけど、まあ、100円ショップなんかに <laughs> あるといいんですけど、えーまあ、それがあるかないかですね、確認して、えー、電池交換して、また末永く使いたいと思います。はい、えー、ということで、以上。